ホラー村はね、地下が怖いんよね、地下が。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は、人食い村、肉村を作ったゾルさんがまた新たにホラー村を作ったらしいので、カワハギ村に行ってみたいと思います。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、カワハギ村に出発。はい、カワハギ村に到着。お、雨が降りよる。夢の世界へようこそ。あなたは今、カワハギという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のカワハギの世界をご堪能遊ばせ。もうなんかね、ホラー村でカワハギって言われたらね、もうなんかなんとなく想像つくよね。警官の服、猫のかぶり、猫？うさぎのかぶり、ちょっと警官で行ってみようか。私はこの村に警察としてやってきて、ちょっと捜査をしているという感じで、そういう設定をちょっと自分で勝手につけとこうっと。じゃーん！警察官になりました。はい、ということで、ちなみに今回のこの村、ゾルさんのこの村は、村全体で見ての、ストーリーのつながりとかそういう感じのはないっぽいんかな。びっくりした。めっちゃびっくりした、今。めっちゃびっくりした。でも、一個一個の家の中には、いろいろとあるんだろうなと思うので、その辺をね、じっくり見ていきたいと思います。お、どうも。五郎さん、お前、肉を買いに来たのか？肉？もしかして、この村のお肉が、肉村に、なんか全ての村が繋がってるような気がしてしまうよね。そしてこのちょっとガタガタした感じの木もすごくいいと思う。なんかすごいね、味が出とる感じするよね。お邪魔します。五郎さん、なぜかぼちゃをかぶっているんだろうか。お、豚やん！ああ、よかった。なんかね、てっきり人の肉かと思っちゃったよ。ああ、よかった、よかった。豚のお肉なわけですね。この子はあれかな。羊を追うような感じで、豚を追う用の犬なのかしら。ああ、よかった。こっちの壁にも何もなく。じゃあちょっと左側の部屋へ。ほら、左の部屋。こっちは、かぼちゃが出来上がっとんかな？かぼちゃとトウモロコシと、あと小麦。普通に、農家の方なんだね。こうやって、いろいろ野菜をえ？待って、人の頭があるんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。かぼちゃに紛れて人の頭があったんだけど。かぼちゃに紛れてじゃないな。小麦に紛れて。マジでそういう、やっぱりそういう感じなの？女の子の頭だった。ってことはここには別に何も、ないよね。ないんですよね。ここは情けだな。じゃあ奥の部屋へ。なんかいっぱい、靴がめっちゃあるんだけど。ね、カバン一つに、靴どんだけあるの？ 7 個あるよ、靴。で、これは、なんか刑務所みたいやね。トイレだけあって、あとはお水。飲む用の水かな。あの洗面器は何に使うんやろ？ご飯かな？もしかして。違う？で、かぼちゃをかぶった人。外におった五郎さんと同じやね。でも、こんだけ大勢の人がおったってこと？あのカバンの中には一体何が入っているんだろうか。はい、そして、ちょっと右側の部屋へ。お肉がいっぱい。あ、調理されとるよ、調理。美味しそうな感じやけど。でもこれ、動物の骨があるから、これはきっと、動物の肉であるはずですよね。ですよね。きっとそのはずよ。うん。ここにある肉は5個。はい、そして2階へ。ホラー村はね、ちょっと地下が怖いんよね、地下が。お、2階も別に、別に血まみれの女の子の服があるんですが。このジャンパースカート思いっきり血まみれだよね。え、確実に血まみれだよね。横のパーカー、ジャージは普通っぽいけど、こっちは、これってもしかして、服じゃなくって、剥ぎ取った皮だったりします？え、もしかして、そうだったりとかします？バーベキューやってるね。で、美味しそうな料理が並んでる。いや、でも別に、あれ多分調理中に飛び散った血やね。さあ、それじゃあ地下へ。血まみれ。待って待って、人の骨あるわ。でも動物の骨もあるんやね。動物と人。なんでこんな陽気な音楽。なんだこの陽気な音楽は。あれよね、肉村でもめっちゃ陽気な音楽かかっとったとこあったよね。しかも不気味な場所で。これはもう思いっきり人の体だよね。この骨のつき方は。ってことは、このゴミ袋の中には、なんか大量の骨とか入ってたりするんだろうか。あと、削ぎ落とした肉とか、いらない部分みたいな。一旦ここで洗ってからみたいな感じ。てか、ここもしかしてお風呂場？お風呂場でやってるってこと？洗い流しやすいから。え、でも、それでも追いつかないぐらい血が流れてるんだろうね。全然こびりついてるよ。すごいこびりついてるよ、血。このポリバケツの中にも、きっと大量の死体が。え、じゃあ、この五郎さんは、なんやろ、人専門なわけではないけど、まあ、人も、豚とか、まあ、牛だとか、そういうのも、同じ家畜として考えとるってことよね。でも家畜として、ああやって、ね、肉にされる人と、生活してる人はどういう差があるんやろ。ルチオさん、ごゆっくりお楽しみください。お店の人？お店かな？お楽しみます。あ、なんか高級ホテルみたいな感じかな。なんか入り口にいろんな像が置かれてて高級そうって思ったけど、これは、この絵は、なんか、首吊りか何かの絵ですかね。でも血が出てんな。首吊りって血出るんかな？ちょっとよくわからんねえけど。こっち側は大丈夫っぽい。なんか可愛らしいハートの絵にすら何かしら不気味な意味があるんじゃないかと。はい、左側の部屋。あ、もしかしてあれかな？美術館とか博物館とかそういう感じ？高級ホテルじゃなくって。待って。何これ？なんか同じ絵が飾られてあるんだけど。なんで同じ絵飾ってんの？不気味だよ。こっち側は大丈夫っぽいね。しかもね、同じ絵を飾るにしても不気味な絵ばっかり。そしてここは彫刻。え、この点々点は一体どういう意味があるんやろ。そして首吊り。まあ正面玄関にあったやつと同じやね。首吊りで、これはもう取り外されたってことかな。これの続きみたいな感じ。あれかな、縄が食い込みすぎて首が切れたとかそういうことじゃないよね。なんかめっちゃ血滴ってんだけど。ひえ。はい、そして右側の部屋へ。お、右側は、え、もしかしてこれ、いや、もしかしてここに飾られてあるのってさ、切り落とした頭ってこと？え、絶対そうやん。生首やん。絶対生首展示しとるやん。見てこれ、真ん中の絵。なんかね、手が切り落とされとるよね、あれ。え？てか、ここに、ある。ん？なんかさ、ここの3つ？なんかこっちの2つもそうなんかな。この3つってさ、人食い村の人たちじゃないの？違うの？だって、ほら、これ、江戸芸遺産じゃない？え？これ、だって、ね、コックさんの服もあるし。え？切り落とされたの？人食い？え？食われる側に行ってしまった？なんかそれを彷彿とさせる頭じゃない？はい、そして2階へ。2階はなんか、不気味な感じだけど。赤くなってる、この人。ほら、なんか顔半分が赤くなっとるよ。さっきまで不気味ではあったけど、こんなんじゃなかったよね。なんなんだ、この部屋は。全体的になんか彫刻とか、いろいろ美術品を飾っとる中に、こう不気味な絵を混ぜてくるっていうね。はい、そして地下へ。え、待って、地下。血まみれなんですけど、図書室ですよね、これ。人の骨とかあるよ。大丈夫。進んでいっても。何これ。お墓？これって、あれじゃない？え、どこやっけ？肉村？え、なんか前村にあったよね。なんか石碑のところから、こう血が続いとる、っていうやつあったよね。あれ？もしかして。あ、なんかある。うわぁ。なんなの？食われてるの？ひえ。てか、この壁とかすごいね、なんか。めちゃくちゃ、こう血が重なって付着した感すごくない？このめっちゃ歳月を経て、めちゃくちゃ付着した感。やばいよね、重い感じ。はい、そして、3軒目。3軒目の家はこっち。あ、なんかちょっとでかいね。あ、どうも。あ、お仲間？警察の。どうも。化け物は処刑してやる。田中さん。あ、もしかして髪型一緒？違う？一緒じゃね？ふぅふぅ。ってことは、ここはなんていうの、刑務所？処刑場。なんか近代的ですね。こういう感じなの、警察署。すげえな。すげえな。どうもどうも。で、ちょっと左側の部屋に。ここは、まあ、犯罪者が収監されとるんやろうけど、なんかここから脱出できそうじゃない？まあここから出られればの話やけど。中にはなんか本がいっぱい置いてある。勉強熱心やったんかな。なんか一つの独房に4つもベッドあるよ。4人一緒にあっこに入れるってことか。はい、そして、奥。じゃ、ここが処刑場かな。あ、やね、これ。スイッチ押して、あ、なるほど。スイッチ押して、あれや、地面がパカって分かれて首吊りなんかと思ったら、毒ガスが出るんや。毒ガスで処刑する感じ？苦しそう。いや、まあ、首吊りが苦しくないわけじゃないと思うし、なんかね、あれやん、死にきれん人みたいなのもおるらしいっていうの聞いたことあるけん、あれなんやけど、つら。はい、そして、右側へ。こっちも独房かな。あれかな、独房、一人で入るわけじゃないけん、独房じゃないんかな。ちょっとわからん。ここはあれかな、犯罪者の人たちが食事をとる場所ってことかな。その処刑されるまでの間に。外で食べれるの？独房の中じゃないんかな。それとも、ここで勤務しよる警察官の人が食べるところなんかな。ここの食事は普通ですよね。普通ですよね。はい、そして2階へ。2階は、まあ、なんか警察署長みたいな人がおるんかな。ここのきっとね、警察のお偉いさんがいる部屋なんやと思うけど。まあ普通に上品げな感じの。ちょっと不気味さはあるけど、でも普通に綺麗な部屋やんね。コウモリの絨毯が良き。さあ、そして地下。警察に秘密はないよね。ここは、あ、人じゃない。あ、まあ、確かに、化け物は処刑してやるって言ったんやっけ。犯罪者とか、人殺しみたいなことは言ってないよね。ほら、だってこっちの独房に入れられても宇宙人やしさ。めっちゃ弁解しよるよ。違うんす、ちょっと。俺、宇宙から旅行に来ただけで。で、こっちの独房には、狼男が入っとる。で、この肉は一体、何があったの？なぜ肉が落ちてるの？謎。いや、びっくりした。やめてよ。あ、これは、ギロチンじゃない？ギロチンなんかな？それとも普通になんか、刀？上から鉄パイプが落ちてきよるとか。違うかな。そして最後の一件は、こっち村の一番奥。びっくりした。びっくりした人かと思ったよ。すみさん、お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢みたいに素敵な村ですよ。楽しんでいってくださいね、師匠。師匠、かわいい。はい、最後の一件は、ここ。あ、でかいね。マンション？マンションではないね。ここの人は中かな？お邪魔します。あ、おったおった。病院や。なるほど。君はどういう役割の人かな？なんか怪しげな格好なんだけど。私は紙を作るのだ。ししし。本当に怪しげな人だわ。何かしら、怪しい宗教の方かな？紙を作るってどういうことや？バチ当たりそう。はい、左の部屋へ。なんか、ガラスが割られてる。なんて書いてんだ？ドゥルクミ、Do not look at me. Do not look at me かな。多分、英語的に。Do not look at me. 私を見ないでっていうこと？なんならここにってことはこれは鏡ってことかな、ガラスじゃなくて。で、なんかここに監禁されて、なんかちょっと精神的に追い詰められとった的な、監視カメラで監視されよるし。神を作るとか言った人がしたんかな。シミコさん。はい、そして奥の部屋へ。おん？なんかすごい並んでんだけど。これは一体。なんか奥に服もかけてあるね。あの服を着せられて、ここでなんか治療をされるのか？びっくりした。めっちゃびっくりした。何かしらの実験をされうるというか、なんなんやろうね。なんかこう、みんな同じ服を着せられて、みんな同じ椅子に座らされて、やっぱ宗教的なものってことは洗脳とか、そういう感じ？かな。はい、そして、右側の部屋へ。右側は、何これ。やっぱりほら、洗脳的なやつや。ここの席に座って、で、なんか、こう、洗脳ビデオみたいなの見さされよるってことやろ、これ。こう、音楽と、あとなんか砂嵐のテレビ、あれによって何かしら、こう脳にすり込まれていって、で多分後ろのこの機械で脳波を読み取りよる、ちゃんと洗脳できたかどうか、そういうふりをしているんじゃないか。恐ろしい。はい、そして2階へ。ほら、なんか狂ってるんですけど。これは、何？狂ったことによって、幼児対抗というか、なんか精神年齢がめちゃくちゃ幼くなってしまった的な？もうなんか洗脳っていうか精神崩壊みたいな感じ？多分この辺で大人がキャハハハって言いながらさ、ぬいぐるみで遊んだりとか、ミニカーで遊んだりしてるんじゃないだろうか。はい、そして地下。うわ、なんかすごい実験施設。全体的に何かしら洗脳したり実験的なことが行われよんやろうなとは思ったけど、死んでるの？実験失敗した場合は、ここで、もしかして、こう、ちゃんと洗脳できんかった人間だとか、逆らった人間とかはここで、まあ、バチ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 ってやられて、チーンみたいな感じ？そういう感じか。ほら、ここもバチ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 。あ、そしてここも壁がよく見たら目玉になっとる。どこに行っても見張ってるよっていう感じやね。やばい。病院の皮をかぶったって感じやね、ほんと。病院のふりして実験施設とかめちゃくちゃたちが悪いやつやん。ちょっと具合が悪くなって病院に行ったと思ったら二度と帰ってこなかったとか、なんか洗脳されて帰ってきたとかありそうやね、怖っ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちなみに、これだけの、ね、出来で、まだ、このカワハギ村は未完みたいだから、これから完成するのがめちゃくちゃ楽しみやね